フランティシェク・プラーニチカは、チェコの元サッカー選手。ポジションは GK。チェコスロバキア代表が1934年の FIFA フフワールドカップイタリア大会で準優勝した時の正ゴールキーパーに、してキャプテン。172センチメートルとゴールキーパーとしては小柄な体育ながら、ボールへの鋭い反応と勇敢なプレーで精神的な支柱となり、 プラハの猫の愛称で呼ばれた。1938年の FIFA フフワールドカップ、フランス大会準々決勝、対ブラジル戦では、相手の悪質なプレイにより骨折をしたにもかかわらず、プレーを続けた。引退後にフェアープレー精神が称えられ、1985年には、ユネスコ、1996年には、チェコのフェアープレイアワードを受賞した。 また1999年にイフズが選ぶ20世紀で最優秀チェコ人 GK に選出された。オーストリア・ハンガリー帝国のプラハ出身で1926年に SK スラビアプラハで選手キャリアをスタートすると一貫してスラビアプラハでプレーを続けた。1925年にチェコスロバキアで初のプロリーグが創設されると優勝に貢献。 リーグ戦では1929年から1931年の3連覇を含む8度の優勝6度のボヘミアカップ優勝。国際試合においても1932年のミトローパーカップで初優勝に貢献するなど、クラブの歴史上において最も成功した時代の一つをもたらした。チェコスロバキア代表としては、 1926年1月17日のイタリア戦で代表デビュー。1934年の FIFA フフワールドカップイタリア大会準優勝。1938年の FIFA フフワールドカップフランス大会ベスト8進出に貢献するなど国際 A マッチ73試合に出場した。この記録は1966年に ラディスラフ・のバークによって塗り替えられるまで、チェコスロバキア歴代最多出場記録であった。1996年7月20日、プラハで死去。92歳没。ありがとうございます。